中京 TV スポーツ。2ゴール選手権デビューだったけども、はい、まず自分のプレー今日振り返っていかがですか。でも最初ら辺はやっぱり緊張してて、選手権なんで、まあ、緊張してたんですけど、まあ、1点決めたあたりから緊張ほぐれていって、まあ、いいプレーができたと思います。あの2ゴール、1ゴール、2点目、3点目、1ゴールずつちょっと振り返ってもらっていいですか。まあ、1点目に関しては、まあ、左足で打つふりしていい感じで相手外したんで、あと僕シュート自信あるんで、あと右足振り抜くだけでした。まあ、2点目に関してはいつもクロスからのシュートっていうのを練習してるんで、いい感じにボールがスイックパックキャプテンから来たんで、あと合わせるだけでした。あの選手権っていうのはどんなところがこう他の試合大会と雰囲気違います。いや、まあ一番大きな大会でもあるんで、緊張感がまず全然違ってきた。ちょっと緊張感あった、はい。まあ、改めてこの後3回戦以降、自分のどんなところを持ち味出していきたいですか。いや、まあ僕の強みは1対1の時のスピードや空中戦の高さでもあるんで、そこを生かして得点やアシストしていってチームに還元できていたらいいなと思います。あとはこう改めてこの選手権の目標というのを聞かせてもらいますか。愛知県2連覇という一択です。全国の舞台経験したいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。